ハロつけ麺2急ぐじゃーん、はい、行こう。はい、ペヤングちょい足し選手権。はい、出ました。超超超大盛りギガマックス2242キロカロリー。やば。しかも1日1食までにしてくださいって、カロリー摂取基準を上回る恐れがあります。糖質は出た、つけ麺の糖質調べ、糖質調べ235 やばい、235ってやばいね。こんなん毎日食ったらもう、もう即死ぬんじゃない？これ1ヶ月毎日食ったら死ぬね。ガチで。まあ今回は、まあ、このペヤングのやつ、はい、もう味はわかるよね。わかります、うん、もう食い尽くした。そう、まあ、これにちょい足しをしてさらにうまくしようじゃないかっていう。なるほど。でそれぞれなんかこれが合うんじゃないかみたいな商品を買ってきたよね、はい、買ってきました。急いで買ってきました。急いでこの企画、急遽思いつきました10分前ぐらいに。思いついて。え、俺2つ一応買ってきたんだ。あ、俺も2つあります。俺1つだけ。俺はまずこの甘だれで煮込んだ牛すじ煮込み。あー、まあ、これですよ。それはこれまあ間違いなく合うんじゃない。そうですね、合わんことはないと思う、うん、じゃあ次焼酎いく、チョコレートと。チョコレート、いや、合うから。意外と合うかも。意外と合うかもしれない。そうなんだ、はい、で、え、ハッピーターン。ハッピーターンどうすんの。ハッピーターンのパウダー。あー、確かに使うのはそこのパウダー。パウダーだけ、パウダーだけ。マジでシャッ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 みたいな。だからこれパウダーが多いやつですから。ペヤングとハッピーパウダー、はい、その残りのハッピーターンはちゃんと食べるの。はい。それは食べてね。はい、俺こちら予約でいっぱいの店、ボロネーゼ。あー、あー、なるほど。合う。あのね、俺の地元新潟なんだけど、ご当地グルメでイタリアンっていうのがある。イタリアン。ソース焼きそばにミートソース、まあ、トマトソースみたいなソースがかかってて、それがもう新潟のご当地グルメですごい有名なの。めちゃくちゃ美味しくて、でまさにこれをやってみようじゃないかと。で次、まあ、これちょっと甘い系でちょっとチャレンジ。はいはい、ゆであずき。えぇ、まあ、しょっぱいの甘いので、なるほどね、意外といけるんじゃないか説。ペヤングの可能性を持った。そう、引き出すよ。なるほど。じゃあとりあえずやるか、やるか。おう、じゃあまず俺のからやっていこうか。はい、ボロネーゼ。それめっちゃ楽しみ。まあそれは間違いなく美味しいでしょう、うん、予約でいっぱいの店として有名な東京の銀座ラ・ベットラ、ここにね。はい、うわー、オッケー。もう食べた、これめっちゃ。これ完全にもうあの新潟のご当地名物イタリアン。イタリアン。じゃあいいですか、いただきます。ん、うまっ。嘘。はい、うん、うん、うまい。パスタだ。うまっ、これパスタ。ちょ、俺も食べたい。うまっ、うまっ、これうまい、うまいや、うまっ、うまっ。これこれはぜひやってほしい。やってほしい。うまいね。うまい。これ何点じゃん。じゃあ10点中10点中何点。まあまだまあ一発目、一発目やから8。ああ、9.5。おお、すごいね。普通に美味しかった。美味しい。むしろこのペヤングの味をもうちょっと殺さずに美味しくさらにできるみたいな。そうやな。おう、俺じゃあハッピーターン。ハッピーターンね、うん、個人的にすごい楽しみなんですけど。ハッピーターンの粉ね。粉だけ。じゅわー。かも、紹介も素手。素手でいくのか。OK。OK。さっきトイレ行ってたよ。ちょっと。ちゃんと洗ってないんで大丈夫です。うわうーん。やっぱペヤングの味が強いな。そこにちょっと甘みが、ハッピーターンの甘みがちょっと加わるぐらいな。いつの間にかハッピーターンが乗ってるけど。そのものが。あー、薄いな。うん、そのハッピーターンの存在感がちょっと薄いね。まあ全然まずくはない、うん、そもそもペヤング自体のこのやっぱクオリティが高いから。じゃあってことで10点満点中1点。俺は、まあ、別にまずくはない、まずくはないから4。まあ食べれるし全然まずくはないから4。いや、これは間違いなく美味しいでしょ。まあまあ美味しいね、うん、まずくはならんけど、うん、いい感じで革命を起こすかどうか。うわー、意外とスープも一緒に。美味しそうだよ。そうに食べんな、なんでも
まずくはない。まずくはない。まずくはないな。べっこで食いたいな、これは。でもうん、うん、美味しいじゃないの。いや、まあ、美味しいじゃないよ。だから、もともなんかこれがうまいから、うん、まずくないけど、いっぱい食えないっていう、なんか、うん、一村さんみたいな味。あー、わかる。じゃあ、ほんじゃ、採点お願いします。5 3.5。おまだ別個の方がいいって感じ。別個の方がいい。まだ別一緒にしない方がいい。あ、俺、これ結構ね、ありだと思うんだよね。あ、でもなんかありそう、こういう。え？甘い焼きそばになりましたって感じ。ああ、なんかそれでも美味しそうに食うよな。絶対美味しい。甘かったら何でもいい。もしかしてこの点数、点数 6.5。 高っ。2 2 2 2。俺は 2.5 かな。俺甘いのそんな好きじゃないから。あ、俺はまあ6で。じゃあ、うん、高っ。あ、チョコレートいく。大本命。大本命なの。皆さんお待ちかねのチョコレート。まあこれ一番気になるかもしれん。確かにね。あ、かけろ。やっぱりよくないもん。はい、よく混ぜてどうぞ。ってことで一番良かったのは俺のやつね。ね、ボロネーゼ。ボロネーゼか。まあこれは合うでしょう、ね、うん、これはぜひ試してほしいよな。そう、これめっちゃ美味しかったね。はい、ってことで、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイ。使いすぎやろ、ティッシュ。こうしてマジで使うだろ。どれくらい出ると思って。枕元にありました。がっつり真横に。それしこって言いながら。